テッドが終わった夜にですね、こうやってバンクーバーのダウンタウンにいるのが今日は最後なんですが、こうやって、歩いております。まあなんか今日は昼間にかなり長い距離を走ってですね、自分が、高校1年の時に行ってた、ナンガラという、まあ、カレッジ、当時はコミュニティカレッジだったんですけど、今は、大学になってるみたいで、そことかクリーンエリザベスパーク、まあ、庭園があって、そこでよく結婚の写真撮ったりしてるんですけど、そこ行ってとても楽しかったんですが、なんか三つの魂とか言いますけど、あの頃と変わってない気がするんですね、根本はね。まあ、もちろんそれからいろんな経験を積んで、社会の中でのいろんな仕事とかをして、インターフェースは変わってきてるかもしれないんだけど、基本的になんかその自分の目指してるものとか方向性とか何が大事かとか、そういうこと変わんない気がするし、あと戸惑ってる感じも同じかな、人生どうしたいのかなって戸惑ってる感じっていうか、何も変わってないな15歳の頃からって。だからその魂、三つ子魂ってよく言いますけど、何なんですかね、その連続性っていうか、まあ、それ普通に考えたら脳の神経細胞の活動のパターンというか、その結合パターンってことになるんだろうが、まあ、それで十分科学的な説明ができるんだろうけど、その我々魂と呼んでいる連続性の正体は何なんですかね。なんかある気がしますよね、ある人の魂っていうのは。それは他の人見ててもそう思うじゃないですか、そのなんかその人の継続性っていうのがある気がして、それがその人が死んでしまうとなくなっちゃうんだなっていう。じゃあその魂って何なのかなって、でそういうものがあるんで、科学的にどうかどうかどうかってそういうことと関係なく、昔から人はそういうものをあると信じていて、でそれが今死んだらなくなっちゃうから、あの魂どこ行っちゃったんだろうなって思ってたってだけの話だと思うんでね。だから経験事実とか観測事実としてそういうものは確かにある気がするから、だからバンクーバーに来て本当不思議な運命ですよね。まさかテッドで自分が15歳の時に来たバンクーバーにこうやって毎年来るようになるとは思わなかったわけだけど、来るようになってみるとなんか自分の魂みたいなものが確かに続いてるなっていうことを思うわけだよね。それはだからそのバンクーバーだから思うんで、東京だとずっといるからあんまり思わないよね。バンクーバーだとそのやっぱり15歳の時の経験が強烈だから、そういう魂の継続性とかについて考える非常に格好の場所になってる。これがケンブリッジだとまあもうちょっとねマチュアになってるから感じ方が違う。まあ15歳っていうのがやっぱり一番なんかティーンエイジャーで悩んでた時だから、今でも悩んでるかもしれないけど、そういうことを考える上ではふさわしい街になってるんだろうなと。で僕は毎年テッドに来てて、だけど過去の自分に会いに来てるのかもしれないし、そういう意味で言ったら魂の継続性について考える機会を得てるのかもしれませんね。今午後9時54分、気温は13度です。